こんにちは、手芸講師の猪俣ゆきです。今回は内布のあるキャラメルポーチをご紹介します。側面のまちがキャラメルの包み紙のような可愛いデザインになります。お化粧ポーチとしてもお使いいただけます。ファスナーが苦手な方でも綺麗に仕上げる方法を紹介しますので、ゆっくりと進めてくださいね。それではときめきレッスンスタート。それでは、早速ですね、合い印を入れていきます。この作業は、こちらとこちらと2枚とも同じ作業を繰り返していきます。この中央の4箇所に印を入れていきます。まず、布を辺と辺の端を持って、ここを重ねてですね、ここに輪を作っていきます。この輪の部分が中央になります。でこの部分をハサミを使って縦が3ミリ、横が2ミリで小さく V を作っていきます。ハサミを斜めに入れるとこのような形で合い印がついてきます。でこの形を、全て合い印として入れていきます。このような感じで、全てに印が入ったところです。そしたら内布に印をつけていきます。まず生地を裏にします。で最初につけた中央の合い印から4センチずつ印をつけてください。でこのように4センチずつ、中央から4センチずつ印がついたところで、今度は高さを2センチにして端まで線を引きます。マス付きの定規だとこの2センチの線を布の端に合わせてください。このように線を引きます。同じようにして他の3箇所も印をつけていきます。はい、これで4箇所印がついたところで、ここの線のところを切っていきます。これで切り終えたところです。ちょうど切るとここの辺の長さが外布と同じサイズになっていると思います。続いてファスナーの方を合い印を入れていきます。でファスナーは今回コイルファスナーを使用します。でこの外布に合わせてここの横の辺の長さを23センチに合わせていきます。まずその作業をしていきます。このコイルファスナーはだいたいこう端っこのところがですね、ピンキングでハサミで切られたような状態になっているので、まず谷の部分を揃えて1回切りましょう。最初から23センチになっている、この全体の長さが23センチになっているものはこのまま作業しなくていいんですけれども、なってないものはまず23センチに揃えてください。で、この状態からファスナーの作業を進めていきます。で先ほど本体の方に中央の合い印を入れたのと同じようにして、ファスナーも輪にします。で輪にした状態で
この部分をですね斜めにハサミで入れてください。ただファスナーの場合は縫い代が7ミリで縫っていくのであまり深く切りすぎないように気をつけてください。これで上下に印がついたところです。それからファスナーの方は最初に縫いにくいので5ミリの仮止めの印をつけておくといきなり5ミリで縫うってなると目安がわからないので両端に5ミリの印をつけていきます。でファスナーにはこういうちょっと筋がたくさんついているので一番最初に5ミリでサイズを測ったらこの目盛りのところを見つけてみます。見つけたらそれを目安に印をつけていきます。で、まっすぐ線を引くのではなくてこのようにちょんちょんと印をつけていきましょう。それでは先ほどつけた中央の合い印と外布の方でファスナーと合わせていきます。でまず中央の合い印で待ち針で留めてください。そしたら両端とというふうに留めていきます。でこの時にファスナーを5センチぐらい開けておいてください。そうしたらここの部分、先ほど印をつけた5ミリのところで縫っていきます。それでは、ファスナー押さえを使用します。でその時に針が今左側に来ている状態にして、セットしてください。で金具がこのファスナーの金具に当たらないように、押さえの位置を変えるというふうに覚えておいてください。それでは1センチ先に針を今下ろしてある状態です。ここから返し縫いをしてスタートしていきます。端から5ミリの部分を縫っていきます。はい、ここまで来ると、ファスナーのこのアジャスターで布が盛り上がってきてしまうのでここを平らにするために一度押さえを上げてアジャスターを元の位置に戻してあげます。そして押さえを下げます。この状態で平らな状態にしてもう一度縫っていきます。これで縫えたところです。はい、今縫い終えたところで今度は内布を重ねていきます。同じように中央で合わせてください。で合わせたら内布ではなくて最初に縫った縫い目が見えるように外布を自分の方に見えるようにして待ち針で留めていきます。この状態で今度は7ミリのところを縫っていきます。最初に5ミリで縫っているのでこれより狭くなることはないと思うんですがもし目安がわからないという時は先ほどのように7ミリのところに印をつけておきます。で印がついたところです。これを目安にして今度7ミリで縫っていきます。
でこのように5センチぐらい手前に来たところで針を止めて、そうするとここにまだ金具があって盛り上がってる状態になってます。それを一度布をめくってですね、押さえを上げて布をめくって、このアジャスターを開いてファスナーを開けてあげます。こうなりますね。そうしたらまたここが平らになってくるので、平らになった状態で押さえを下ろしてまっすぐ縫います。縫い終わりは返し縫いをしてください。それでは余分な糸は切っておきます。それでは縫い終えたところで表にします。一度片側ずつここの縫い代のところの膨らみを押さえるために指の腹でしっかりと縫い代を下ろしてください。でこの時にこういうコロコロオープナーっていうんですけれども、こういうのがあると、アイロンの代わりにもなるので、しっかりとこれで折れる布が折ります。で表の方をやったら、今度は内布の方も同じようにして縫い代を倒して同じ作業をしていきます。でこれしっかり折りたところで、このように外表の形にしていきます。で待ち針で際の部分をしっかり留めていきます。でその時に、針を刺した時に、内布の方も見ながら刺して同じ位置に刺すようにすると、縫い目が安定してきます。裏表確認しながら待ち針で留めましょう。はい、そうしたら、先ほどの押さえの位置ですね、こちらを今度は変えていきます。はい、それでは今度は押さえの位置を変えていきます。今度はここの際を縫っていくので、そのままだと金具が当たってしまいます。一度外して針を右側に来るようにして合わせてください。必ず金具に押さえが当たらないようにセットします。1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートしていきます。でこの時にここに金具があると、また縫い目が歪んでしまうので、一度広げておきます。このぐらい開けておきましょう。でここまで来たらもう一度ファスナーを閉じていきます。でここで一度アジャスターを動かして閉じます。で常に平らになるようにしてください。際はだいたい 1.5 ミリぐらいのところを縫っていきます。はい、これで縫い終えたところです。はい、それでは反対側のファスナーも同じようにして縫っていきます。外布をまず中央で重ねてください。でファスナーが自分に見える側にして待ち針で留めていきます。中央を留めたら両脇、真ん中という順番にして留めていってください。はい、そしたら最初につけた5ミリの印を縫っていきます。はい、それではもう一度ですね、押さえを位置を変えていきます。今度は、もう一度針が左側に来るようにして押さえを変えます。で1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートします。それでは5センチぐらい手前に来たところで、このアジャスターでまた生地が盛り上がっているので、ここをもう一度手を入れて押さえを上げます。でアジャスターを動かしてファスナーを開けてください。開けることでここが平らになってきます。でもう一度縫って返し縫いをして終わりになります。
はい、これで縫い終わったところです。それでは内布をもう一度先ほどと同じように中央にして合わせてください。そしたら、外布が自分に見える面にして待ち針で留めていきます。でこの状態で縫い始めるとファスナーのところがあって邪魔になってしまうので5センチぐらい開けておきましょう。でここで7ミリの印をつけていきます。はい、それでは1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートしていきます。5センチぐらいくるとここでまたもっこりとこうアジャスターがありますので、この膨らみを戻すためにファスナーを閉じます。一度押さえを上げて手で動かしてください。で常にこう平らな状態にして縫っていきます。それでは先ほどと同じようにですね、縫い代を通していきます。まず一度ファスナーを開けちゃいましょう。で表にしていきます。でちょっとつながってるので今度は少しやりにくくなるんですが、できるだけ縫い代はしっかりと下ろしておくようにしましょう。はい、それでは内布の方も同じようにして縫い代をしっかりと通していきます。で倒れたところで外表に重ねてですね、しっかりと縫い代を下ろして待ち針で留めていきます。はい、このような感じになります。今度は際を縫うところがちょっとやりにくいのでゆっくり見ておいてください。はい、それではもう一度ファスナー押さえの位置を変えて針を右側にしてください。そしたら今回最後なんですけれども、最後ちょっと布がつながってて縫いにくくなります。でこう後ろ側からこのように持ってきてここの際を縫っていくことになります。でその際にこのファスナーのアジャスターを動かして3センチぐらいファスナーちょっと閉じておきましょう。で平らな状態にしてから縫い始めます。少しやりにくいのでゆっくり進めてください。で同じように際は 1.5 ミリぐらいのところを縫っていきます。返し縫いからスタートしていきます。でこの時ファスナーは最初は閉じてるんですけれども、もうちょっと動かしてあげて前の方にファスナーを閉じます。でもう少し前に縫っていきます。この辺まで来ると後ろにアジャスターを動かしても金具が当たらなくなりますので、押さえを上げてファスナーを開けてください。このぐらいになると一番縫いやすくなります。で布をしっかりとまっすぐに整えてから押さえを下げて前に縫っていきます。はい、これで縫い終えたところになります。これで縫い終えたところで一度ちょっとファスナーを閉じていきます。で今度はここの部分を、テープをつけるために少し閉じておきます。この部分が開いたままだとどうしてもここの部分で中央がずれてしまうので、このテープの幅に合わせて
ファスナーのとこの開き口をこう手縫いで留めていくことになります。でミシンと2本取りにして手縫い針で端から5ミリのところを縫っていきます。軽く留めるような感じになります。そうすることで反対側はファスナーエンドの方は金具で閉じられているんですが、こちらの方が開きっぱなしだったのでこのような感じで留めてます。あんまり強く締めすぎちゃうとこのタブをテープをつけた時にはみ出てしまうので、そこの部分はテープをちょっと当てながら工夫してみてください。そしたらファスナーの両脇にテープを仮留めしていきます。テープは2つ折りにしてファスナーの端に待ち針でまず留めます。でこのテープの選び方もこのファスナーの幅に合わせて最初は決めるといいです。この中央がとてもずれやすいので一番最初作るときはこのテープの幅とここのファスナーの幅が合うように今回1センチで用意させていただきました。なので1センチをちょっと目安に選んでみてください。これで止まったところでここの端から5ミリのところで仮止めしていきます。でこのままこの端から縫ってしまうとどうしてもテープがずれてしまうのでテープのこの重なりの厚いところに針を刺してまず前に進んで後ろに進んでここで止まるというような縫い方をしていきます。そしたらファスナー押さえをまた針の位置を変えてですねファスナー押さえで今度針が左側に来るようにしてセットしてください。テープの上に針を刺します。そしたら反対側も同じようにして縫います。これで縫い終えたところです。でテープの長さは6センチにすることでここの2つ折りにした時に3センチぐらい出てくることになります。でキャラメルポーチはどうしても待ちの関係でテープが長くないと沈んでしまうのでこのぐらい長めに取っておくようにしてください。それでは裏にしていきます。で裏にしたところでファスナーを5センチぐらい開けておきます。そしたら最初につけた中央の合い印と今つけたテープの合い印を合わせてください。でここの内布のちょっと飛び出てるところも中央を意識して合わせるようにしてください。ここが合っていないと、全部ずれてきちゃうのでここは丁寧に進めてください。テープのところに待ち針ちょっと硬くて留めにくいので少しずれたところに待ち針を留めます。そしたら少し離れたところに待ち針を留めます。でこのような形になったら、ここの輪になったところを中央の合い印を入れた時と同じようにしてハサミで2枚同時に切り込みを入れていきます。で縦が3ミリ横が2ミリぐらいのサイズを目安にしてください。
はい、で合い印がついたところでつけた合い印を中央に向けて合わせていきます。片側ずつ進めていきます。この輪になったところを内側にこう入れます。入れると今 V になっているのがこうちょうど半分の三角になるような感じに仕上げていきます。ここで待ち針で留めます。反対側も同じようにして進めていきます。ここの中央の部分がどうしてもずれやすいので、ここはしっかりと待ち針で留めてください。はい、中央が揃うとこのような感じになります。でここの中央の部分ですね、ここの付け合わせにしたところとこのテープの中央のところもしっかりと合うようにして確認してください。はい、これで待ち針で留めるところです。そしたらここのところですね、縫い線を書いていきます。ここはまっすぐ線を引いてしまいましょう。そしてこれも縫うときにどうしても中央がずれてしまうので、中央のところに針を刺してまっすぐ縫って、ここで返し縫いをします。そしたら今度は最初のところに返し縫いをして、この中央で重ねて縫い終わるような感じで2回に分けて縫うようにしていきます。はい、じゃあこの部分もファスナー押さえで、金具が当たってしまうのでファスナー押さえのままですね縫っていきます。で最初は返し縫いをしないでまっすぐ縫っていってください。そうしたら縫い始めをですね、また今度ここになります。でここに針を刺して1センチぐらい先ですね、針を刺して返し縫いから縫っていきます。でここの縫い終わりのところは最初の縫い目に重ねて縫ってください。1センチぐらい重ねましょう。これで縫い終えたところです。それでは反対側も同じようにして縫っていきます。で、そしたらちょうどこの余ってる部分で縫い代を包んでいきます。一回最初に、縫い代を1回2つ折りにして包んだら、余ってる生地をもう一つ折って、この縫い目のところに重ねるようにします。で待ち針で留めます。待ち針で留める方向も玉が自分に抜きやすい方向で留めてください。はい、で留め終えたところで際1ミリのところを縫っていきます。この際の部分ですね、縫っていきます。はい、そしたら、押さえを直線用に戻してください。で1センチ先に針を下ろして返し縫いから縫っていきます。反対側も同じようにして縫っていきます。はい、そしたら表に返していきます。まずファスナーを開けてひっくり返していきます。